ここはどこですか？グルメの人だ。今ね、2時間かけてここまでやってきました。今日はね、チュラサクがちょっと入ってなかったんで、こっちでフカセと泳がせで、なんと今日フカセ人生2回目にして連れてきました、コーダイを。途中何回も転んで死にかけましたけど、死にかけましたけどまあね、その分の超過を今日は見せていきたいと思います。いきましょう。シャーシャポイス、ポイス。当たりか、どっか落ちてるかじゃないですか。当たり食ってますね。なんかミーバイっぽくないですか。さて、慎吾さん、いきなり釣れるのか。今、打ち込み石台セットですね。ヒット。うわあ、惜しかった。値上がりか。マジか。待って、ワンちゃんなんか食ってるわ。うわあ、これ石ミーバイじゃなくない？石ミーバイなの？アーラの子供じゃね？いや、石ミーバイだな。なんだよ。イエーイ。こちら自分の仕掛けスルスルスルルでハリスが12号で B6 を使っています。食ってるよ。やば。あ2倍。よっしゃー。イエイ、2匹目。ヤイトハタかな、茶色丸ハタか。足元で食べてきました。餌はスルルですね。
ットしました。タモ持ってきてほしい。シンゴさんヒット。なんすか。うわー、ダツやばい、でかい、めっちゃ走った。うー、でっか、引いたな、これは絶対。うわー、あ、危ない、これ張り付きっちゃっていいですか。よって、どうせまた帰るから。やった、バチバチでした。美味しいダツだ。おめでとうございます。やっと、やっとまともではないけど魚釣れた。でかい魚、ダツ。何センチぐらいですか。センターはない。これ打ち込み使っていいですか。いいよ、使って。やった、使え。打ち込みに使おう、これ打ち込みに転向だ、これは。いやー、ナイスフィッシュー。おめでとうございます。いや、走った、マジで。いや、80センチとかじゃないですか。90あるの。20ぐらいか。しゃあ、いい餌が手に入ったんでね。新鮮な餌が。これをぶつ切りにしてアラミバイ狙っていきたいと思います。はい、さっきのダツ餌にしたんでね、こいつを餌に釣りをしていきたいと思います。これですね。はい、慎吾さんが釣ったダツ、餌で何か大きいのね、狙っていきたいと思います。行ってこーい。さあ、慎吾さんヒット、スルルでヒットです。さあ、なんでしょう、なんでしょう。あ、だった、シジャーだった。はい、シジャーだった。そう、また5軍目でシジャーですね。シジャー、ダツ同じぐらいだね。骨もサンマと同じように青色なんですよ、この魚。ね、いい餌です。頑張りましょう。はい、あ、あれ一子ヒットですか。ヒットしましたね。わー、やったー、取れてたから。連続ヒット。え、何これ、赤人じゃないか。え、何ですかこれ、何これ。じゃあ赤人やったー。イエーイ、赤菜釣れました。こちらバラフエダイ、赤菜ですね。滋賀寺で有名な魚です。嬉しい。はい、釣り終了です。いや、疲れた。どうでしたか、初の磯釣り。一生来ない、もうこんなとこ。そうですね、多分このポイントにはもう二度と来ることはないでしょう。2回目の深瀬で車っていう。しかも魚も全然いないし、本当にきつかったっす。まあけど一番きついのは今からの帰りなんで、まあね、ちょうど全部掃除もし終わったんで今から帰ります。